割安トヨタ無双状態。今回のテーマです。1、トヨタってどんな企業なのか。2、トヨタ無双状態の理由は。3、トヨタの株価は今後どうなるということでやっていきたいと思います。で、まず1番ですね。トヨタってどんな企業なのかっていうことをですね、学びを深めていければなというふうに思います。はい、トヨタの株価推移をですね、ご覧いただいているような推移になってきています。はい、これをですね、時系列とともに見ていきたいと思うんですけども、トヨタは1949年、上場ということで、太平洋戦争が終わった4年後ぐらいですよね。今で言えば70年ぐらい前に上場しているということになります。はい、1974年ですね、車の車種でいうクラウンですね、これが躍進したということです。はい、で1991年バブルが崩壊していますが、これに関しては今見てみると、トヨタの株価にはそれほど大きな影響になってないということですよね。はい、1995年ですね、奥田社長が就任しているということです。ここから逆にですね、トヨタの株価っていうのはぐーっと上がっていってるという感じですね。はい、2000年ですね、海外販路が拡大ということで、2000年っていうのは IT バブルが弾けた年でもあります。実際株価はですね、トヨタの株価も、2000年からですね、2003年ぐらいまで3年間ぐらいかけて、実際下落していってるわけですけれども、トヨタ自身は2000年から海外の販路を拡大していっているということです。はい、それからですね、一回株価がですね、この2003年から2007年ぐらい、4年間ぐらいかけて株価が上がっていってますけれども、2007年ですね、プリウスですよね、ハイブリッドカーのプリウスの販売が、絶好調期が2007年と、今から約13年ぐらい前ということになります。こっからですね、株価が急落していっています。もちろんね、リーマンショックの影響もあったというふうに思います。はい、2009年ですね、リーマンショックでね、全世界の製造業が非常にこうね、一回厳しい状況になった頃に、現社長のトヨタ秋夫社長が就任されているということです。はい、2010年、リコール問題が発生、2011年、東北大震災ですね、東日本大震災、それからタイの大洪水、こういった出来事がありましたと。にもかかわらず2014年ですね、トヨタは過去最高益を実際は決算として発表しているということですね。はい、それから2019年、日本初売上高総額30兆円を超えたという感じですね。で、トヨタってどんな企業なのかっていうのを改めて確認していくと、やっぱりね、パッと言えるのは自動車メーカーですという言い方ができると思います。もちろんね、自動車メーカーから革新イノベーションを図っているということなんですけども、世間一般のイメージとしてはやっぱトヨタイコール自動車の会社というイメージですよね。国内販売数は日本で1位、世界で見ても2位というふうになっています。はい、トヨタってどんな企業なのかって言えば、大きくは3つの柱、自動車、金融、住宅ですね。はい、で、売上の構成比としては自動車が 90%、金融が 7%、その他住宅などですね、が 3% というふうになっています。はい、で、トヨタの自動車の販売台数なんですけれども、世界で見ると2位ということで、全世界で約1000万台ということですね。フォルクスワーゲンに次いで、この動画を話している時点で2位ということです。これは年によって当然変動すると思います。トヨタが全世界1位という場合も当然あると思うんですけれども、今ご覧いただいている資料の2019年という販売台数で見ると、フォルクスワーゲンに次いで世界では2位ということですね。はい、で、日本国内に関してはもう1位と、しかも圧倒的1位というふうになっています。いうことですね。販売台数で言えばトヨタが130万回、台、2位のホンダが35万台ということでいけば、約4倍ぐらい、トヨタが実際は、1年間で自動車を販売しているということですね。はい、で、車種別で見た時も、圧倒的に日本で言えばトヨタが強いということで、上位10社のうちですね、7車種、プリウス、シエンタ、カローラ、アクア、それからルーミー、ボクシー、あとビッツですね。この辺で、上位 10車種のうち7車種がトヨタということで、全世界で2位でありながら、日本国内に関してはもう圧倒的な強さを誇っているということですよね。で、トヨタって何を考えている会社、どんな思いでやってる企業なのかっていうことで、ちょっと企業理念っていうのを一緒に確認していきたいと思います。1、内外の方及びその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民を目
目指す。2、各国各地域文化慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通して経済社会の発展に貢献する。3、クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて住みやすい地球と豊かな社会づくりに取り組む。4、様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品サービスを提供する。5、労使相互信頼責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土を作る。6、グローバルで革新的な経営により社会との調和ある成長を目指す。7、開かれた取引関係を基本に互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する。まあ、こんな思い、こんな理念でやっているのがトヨタという企業だということですね。はい。で、トヨタってどうやって生まれたのかって言えば、ご存知の方も多いと思うんですが、始まりは繊維機械からの、分社化だったということですね。1933年ということで、今から約90年近く前、ということになりますけれども、トヨタ佐吉さんが、創業したトヨタ自動車、食器、製作所から会社の中に自動車部っていうね、事業部が設立されたということですよね。はい。そして1936年ということで、今から約84年ぐらい前ですね、初の量産自動車が発表されましたということです。ロゴや刻印は英語でトヨタだったということですね。はい。それから1937年、トヨタ自動車工業設立ということで、最初はね、一つの、事業部だったわけですけど、その事業部から会社っていう形で、分社したわけですよね。ここからトヨタっていう、企業が生まれてきたということです。はい。で、トヨタの自動車の歴代社長ということなんですけれども、創業家が、初代社長、それから2代目、木一郎さんですね。それから5代目、6代目、7代目、そして現在の社長が、11代目ということで、トヨタ秋吉社長が、現在、創業家一族ということでの、社長を務めていらっしゃるということです。途中でですね、3代目、4代目、あと8、9、10という、ところは、創業家以外の方が実際社長を務めていらっしゃったということですね。はい。で、トヨタ初期、ですね、1940年代から50年代第二次世界大戦、この頃、トヨタは何してたかって言えば、主に陸軍用のトラックの生産だとか、航空機用のエンジンの製造とか、こういったことをやってきていたということですよね。はい。で、終戦後経営危機に陥ったということで、1940年代から50年代、戦争が終わってからですね、日本が戦後の焼け野原から復興を目指していた頃に、トヨタ自動車販売株式会社が設立されて、トヨタ喜一郎さんが社長になられているということですよね。で、トヨタ生産方式をこの頃から確立していきますということです。目指すのはより良いものをより早くより安くということで、改善ですよね。これはもうね、世界の言葉になりましたけれども、改善、見える化、なぜを5回繰り返す、そして無駄取りということですよね。あとは、人面がついた自動化ですね。人面がつかない自動化が普通は使われる日本語ですけれども、トヨタの場合は人面がついた自動化ということで、不良品を作らない仕組みを作ると。最後は人間がチェックするということですよね。だから、例えば緊急停止ボタンを人間が押すとか、そういうね、人面がついた自動化っていうのを進めていくということですよね。あとは、ジャストインタイムということで、必要なものを必要な時に必要なだけ作るということで、これは後ろ工程ありきっていうね、考え方ですよね。こう後ろ工程ありきのジャストインタイムっていうのは、これどういうことかっていうと、例えばレストランで例えると分かりやすいのかもしれませんけれども、従来ですね、本当にね、従来の古いレストランの考え方だったら、例えばね、自分たちが先に料理の、提供数っていうのを決めるんですね。何でもいいんですけれども、例えばなんとか焼肉定食みたいなのを、じゃあ1日30食提供しようと、1日30食焼肉定食みたいなのを、なんとか焼肉定食みたいなのを提供しようと、そしたら、じゃあ1日30食なんとか焼肉定食を提供するっていう風になったら、じゃあそれだけのためにどれだけの白ご飯が必要で、どれだけの味噌汁が必要で、どれだけの、牛肉が必要で、だったらそれだけの分を、仕入れて、そして1日30食限定でなんとか焼肉定食っていうのを提
供しましょうと。そして、なんとか焼肉定食が1日30食売れたら、もうお店を閉めましょうと。っていう考え方が従来ですよね。それはまた、商品の生産数っていうのを先に決めちゃって、それに、計画立てて、仕入れの、量っていうのを決めていく。だからもう、白ご飯は1日にこれだけ必要で、お味噌汁のね、材料はこれだけ必要で、で、もちろん牛肉はこれだけ必要で、で、それをね、しっかりと1日30食っていう形で、結局例えばなんとか焼肉定食っていうのを、提供するっていう考え方ですよね。これはだから製品ありきなわけです。製品があって事前に、計画立てて行っていくっていう考え方ですよね。で、これをひっくり返すっていう考え方ですよね。まあ、いわゆるジャストインタイムっていうのは後ろ工程ありきで、お客様から注文が入ったら、そっから商品を作り始めるという考え方ですよね。だから焼肉定食みたいなのを1日30食みたいな感じで作ってそれを売るっていう考え方じゃなくて、お客様からこういう注文が入りました、だから自動車を作りましょうみたいな。だから普通今のレストランだったら、多くのレストランっていうのはまずお客様のところに行って、ご注文お決まりですかって聞きますよね。ご注文お決まりですかっていうのを聞いて、で、お客様が、じゃあ私たちはこれとこれとこれが食べたいですっていうふうに聞いたら、それをね、例えばウェイターとかウェイトレスの方が、書き留めて、それを厨房に渡しますよね。こういう注文が入りましたと。で、こういう注文が入ったんで、そっから作りますよね。で、作って、で、できましたって言って、今度はウェイター、ウェイトレスの方が料理を受け取ってお客様に給仕する、サービスするっていう、順番ですよね。で、今だったら結構ジャストインタイムっていうのはある意味当たり前、要するに後ろ工程ありきで、こういう車種のこういう色のこういう車の注文が入りました、それを受け取った人たちが、じゃあこういう部品が必要だよねっていう形でこうね、準備して後ろ工程の方から順番に、情報伝達していって、で、注文が入ったら入った分の、ね、自動車っていうのをこう作って、販売していくと、だから注文先に取って、で、そこから注文が入ってから部品作って完成自動車を作ってっていう考え方ですよね。これがジャストインタイムという必要な時に必要な、必要なものを必要な時に必要なだけっていう考え方で、これは今だったら結構当たり前かもしれないんですけど、当時としては非常に画期的だったということですよね。まあ、その生産の、ね、計画ありきではなくて注文ありきで、もうこういう注文が、車に対してこういう注文が入ったから、だからそれに対して作るってなると、まあ限りなく無駄っていうのが小さくなるということですよね。これは、自動車の、最初の方、アメリカで、ね、あの T 型フォードですよね、フォードっていう会社が確立した大量生産方式の T 型フォードの、提供の仕方と全くトヨタは逆 で、 T 型フォードの場合はもうとにかく全部同じ、車っていうのを大量生産することによって、もう色も黒とかね、もうフォードで同じ車種で同じ色、黒色で、ね、もう大量に作って、その分価格を大幅に下げて大衆の人でも自動車に乗りやすいっていうのを、大量生産大量消費っていうのをやったのがアメリカのフォードだったわけですけど、トヨタはそれを逆転させて、後ろ工程ありきで、後ろ工程でこういう車で、こういう車種でこういう色の車の注文が入ったから、だから、じゃあ関連工場の皆さん、この部品をこれだけ作ってください、で、それを集めて、で、ベルトベコンベア形式で最後こう組み立てて完成車を作っていくという作り方ですよね。これを最初に確立させたのがトヨタという企業だったということですよね。これがジャストインタイムということで、実際それでトヨタどんどん成長していったことによって、今では他の自動車会社にとってもある意味当たり前の方式になったということです。ただ元々はトヨタが確立させた生産方式だったということですね。はい。で、トヨタ中期、1950年から80年ということで、日本がね、高度経済成長でぐん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 伸びていく頃に、トヨタもぐん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 伸びていきましたということですよね。ロングセラーカーが発売されたということで、クラウン、カローラ、セリカ、ソアラ、こういったのが、出ていって、どん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 売れていったということですね。はい。で、トヨタ中期、1974年、カローラですよね。国民車って言ってもいいかもしれないぐらいですね、普及していったということになります。車種別、世界販売台数1位ということで、世界で最も売れた自動車、っていう、言い方ができるということです。
はい、それからトヨタ中期ですね、1982年、ね、高度経済成長でもういよいよ日本がね、世界、1人当たりの、国内総生産 GDP、1人当たり国内総生産 GDP で、世界1、ジャパンアズナンバーワンっていう風にね、いよいよなっていこうとしている頃に、まあ、トヨタ自動車株式会社が設立されて、社長として、まあ、創業家のトヨタ昭一郎さんが、社長を務められたということですね。この頃っていうのはもうね、トヨタはもう絶好調で、1980年から90年代、バブルに突入していく頃、国内販売高のトップの座っていうのをもう完全に確立させたということですよね。サーフとか MR2、カリーナ、それからスープラ、セルシオっていうね、人気車種がどんどん発売されていったということです。でトヨタ中期以降ということで、まあ、1991年ね、日本経済ではバブル崩壊が、あって、これは自動車業界にも、直撃しましたということですよね。はい、そして、時代はトヨタの得意とするセダン、クーペなど高級感、格好良さから SUV やミニバンなど実用性を重視する分野に、だんだん人の好みっていうのも、変わっていきましたよということです。それによって、ね、トヨタっていうのは基本的には大衆車ですよね。まあ、みんなが共通して憧れるような、まあ、そういう大衆車、セダンタイプの自動車っていうのがすごく得意だったわけですけれども、バブル崩壊以降は、ちょっとね、人々の好みっていうのが若干こう変わってきたことによって、シェアが一時的に 40% を切るという状況になっていったということです。はい、でトヨタ中期以降、1995年ですね、不況が続く中、1995年にですね、当時の社長が高血圧で倒れ、副社長の福田さんが社長職を継いだということがありましたということですよね。でトヨタ中期以降、2000年以降というのは奥田社長が業績下降を、まあ、再生させていくということで、積極的な海外販路拡大というのを開始していきます。で日本のトヨタから世界のトヨタというのを、ね、積極的に推進していくということになったということですよね。はい、そして王者プリウスですよね、まあ、いわゆるハイブリッドカーの代名詞になっていく、ね、2007年からガソリン価格が上がり始めたこともあって、登録者の月間販売台数ランキングベスト10の、まあ、上位に、まあ、プリウスっていう、ね、ハイブリッドカーが、常連になっていったということですよね。で業績が、まあね、海外の販売かける、ハイブリッド車、っていうね、新車をリリースしていったことによって、まあ、業績が上り上昇になっていったということです。で、2007年、生産台数が世界1位ですね。販売台数も、世界2位の、企業になったということですね。で、2008年、連結営業利益も過去最高記録を達成したということです。もうまさに、自動車としては世界1のメーカーになっていったと。生産台数世界1位、販売台数2位ですね。がしかし、ここからのトヨタっていうのはね、一気にちょっとこう厳しい、状況を、まあ、直近10年ぐらいは、体験することになるということです。ね、100年に一度の危機、2009年ですね、まあ、リーマンショックが、ね、2007年、2008年と、いうことで、2008年に、ね、結局、厳しい状況が、来るわけですけれども、ね、その頃に創業家のですね、社長が、つくということになります。ね、まさに嵐の中からの船出が始まったということで、まあ、その社長が、まあ、現在の豊田章男社長ということになるということです。はい、2008年ですね、リーマンショックが起きるということですね。で売上が、まあ、激減と、ね、71年ぶり、連結営業で赤字、営業赤字を、決算で発表するということになったということです。さらに悪いことが続いて、2010年、世界的なトヨタ社に対する、リコール問題が発生ですね。アメリカにおいてトヨタ車を運転中に発生した、急加速事故ですね、原因がトヨタ車にあるとして数百件の訴訟に発展してしまったということですよね。でトヨタ社内、VS アメリカということで、原因が判明するまでは社長は出るべきではない、専門的なことはその道のプロに任せればいいというトヨタ社内の、まあ、意見があったにもかかわらず、まあ、アメリカなどではですね、事態の深刻は分かってないと、まあ、要するに社長が出るべきだという、まあ、そういう非難というのが高まったということですよね。でトヨタ批判というのが、まあ、世界中に広がったというようなこともあったということです。でトヨタの経営者としての初めての大舞台がアメリカ議会の公聴会に、まあ、トヨタ
社長がなったということですよね。まあ、はっきり言ってこう一般的な、ね、状況からすれば、まあ、吊るし上げみたいな場っていうのに、まあ、豊田章男社長は出ていくことになったということですよね。で、一体誰を守るのか何を優先するのかっていうことで、まあね、豊田章男社長は覚悟を決められたということですよね。で、責任を取ると、謝罪をするのも私の責任、私の役割だということですよね。で、公聴会当日、冒頭がこの言葉からね、豊田章男社長が何とおっしゃったかっていうと、私は誰よりも車を愛し、誰よりもトヨタを愛していると。で、車が傷つくことは私自身が傷ついているのと一緒ですと、ね、厳しい質問にも自分の言葉で説明、ね、そんな中ある質問が、ちなみにあなたは車は何に乗っているんですかということで、アメリカ議会から質問があったわけですけど、私は、ね、車は年間200台乗っていますと、私は車が大好きなんですというような発言をなさっているということですよね。で、こういう、ね、一つの質問一つの答えというのが豊田章男社長へのイメージというのを大きく変えて、まあ、とにかく社員とお客様との信頼を守って、で、嘘をつかない、責任を取る、謝罪をする、こういったことを優先したということです。まあ、これで、ね、そのリーマンショック、その後のリコール問題という一つの危機を乗り越えたということがあったということですよね。まあ、ただ実際嵐の中の船出というのはまだ終わらなかったということで、2011年ですね、東日本大震災があったということで、まあ、宮城で稼働したばっかりの新工場だけではなく、全工場が操業停止という、ね、ことも体験しているということです。続けてタイの大洪水、さらには70円台と1ドル70円という歴史的な円高というのも、ね、豊田章男社長には襲ってきたということですよね。基本的に円高っていうのは、ね、海外で製品を売るのに対しては、ね、不利なんですよね。要するに現地通貨、例えばアメリカだったらアメリカ人のアメリカドルとかっていうのが安い状態、円高ってことはドル安ってことなので、アメリカ人が持ってるドルっていう価値が安い、っていうことなので、結局日本のトヨタ車をアメリカ人がドルで買うっていうのがすごく不利なんですよね。だから円安になればなるだけ輸出、企業は、まあ、販売、自動車が売れなくなる、製品が売れなくなるっていうことで、輸出企業にとっては、まあ、厳しいと。だからトヨタっていう、企業は、ね、結局海外っていうのに活路を見出して、まあ、復活したっていう、ところがあったので、だから、まあ、あんまりにも過度な、ね、1ドル70円っていうことは、ね、要するにアメリカ人が持ってるドルが安くなってるドル安だったので、アメリカとかでの、ね、やっぱ自動車販売にとっては圧倒的に不利という、状況になったわけですよね。でもこれは100年に一度の危機以上かもしれないということで、まあ、絶体絶命の危機を真正面から受け止め、豊田章男社長が目指したものっていうのは、もっといい車作りよっていう、まあ、原点だったということです。そこから徐々に回復して、2013年ですね、今から約7年前、営業利益1兆円を突破したということですよね。はい、そして、過去最高益、を、まあ、記録ということで、まあ、見事 V 字回復を達成したという、状況になっています。まあ、リーマンショック、それから東日本大震災ですね、まあ、そういったものを、数々の危機を乗り越えて、まあね、トヨタっていう、企業は、ね、これまで成長してきた売上とか営業利益を伸ばしてきていたということです。はい、トヨタの危機を救ったもう一つのもの、それはトヨタが長い時間培ってきた危機への備えということで、まあ、100年に一度と言われた、まあね、リーマンショック以降の危機を乗り越えることができた理由っていうのは、まあね、土台はしっかりと積み上げてきた内部留保、つまり現金ということです。それからものづくりを変えたトヨタ生産方式、そして危機への備えですね。こういったものが土台にある中で、さらに現社長であるトヨタ章男社長の価値観である、もっといい車作りをという、この、もので、ですね、危機を、まあ、乗り越えてき、きたということですね。はい、では2番ですね、トヨタ無双状態ということで、やっぱり日本国内で圧倒的な強さっていうのを誇っているトヨタですけれども、ね、まあ、無双状態の理由1位ということで、まあ、企業力ですよね。まあ、時価総額に関しては国内で、まあね、現時点で圧倒的ナンバーワンで、まあ、時価総額22兆円企業であるということです。はい、で、無双状態の理由の2ということで、やっぱ開発力ですね、自動運転に対してこれからですね、やっぱりトヨタっていう、企業が技術を持ってますので、まあ、その自動運転車への期待っていうのがあると。いうことですよね。はい、で、無双状態の3ということで、まあ、今度はね、やっぱり一自動車会社っていう企業から革新イノベーションを起こして、ね、コネクティッドシティ構想ということで、ね、大きなビジョン、大きな構想っていうのを掲げているということです。人々が生活を送るリアル環境のもと、自動運転モビリティアザサービス、マースですね、パーソナルモビリティ、ロボット、スマートホーム技術、人工知能 AI 技術など導入検証できる実証都市を新たに作ると、ね、
完全に新しい街づくりに、まあ、トヨタっていうのも、関わっていくんだっていう、まあ、そういう広大な、ね、壮大な、まあ、構想ビジョンを、掲げているというところもすごくやっぱり他の自動車会社にはなかなか見られない、ね、トヨタならではの大きな、特徴の一つということが言えると思います。はい、それでは3番ですね、トヨタの株価は今後どうなるということで、考えていきたいと思います。でコロナの前がですね、トヨタの株価は7872円でしたと。でコロナショックによって株価が一時下落して6084円で、今この動画を話している現時点でトヨタの株価は7031円ということですよね。まあ、ここから今後の株価っていうのを予想していきたいと思うんですけれども、はい、予想のポイントですね、今回考えたところ、ね、こういった今回はこういったところを特に重視して株価予想を行いましたという予想のポイントなんですが、昨年度まで約 2.4 兆円の営業利益を出し続けていたと。まあ、今年は、ね、ちょっとコロナショックということでかなりこう、ね、例外的な1年ということになるわけなので、まあ、例外という形でちょっと今のところは今後長期的な予想ということからは外したということになります。ね、去年2019年度までは、まあ、約 2.4 兆円もの営業利益を出していたということですよね。それから結局本業の営業利益がどれぐらいで、かつこの営業利益って今後 どれぐらいのペースで、ね、成長していく可能性があるのかっていうことですね。まあ、繰り返しになるんですけど、まずはどれぐらい営業利益を出すことができるかっていうその本業の実力プラスその営業利益がどれぐらい成長していくのかっていう成長可能性ですね。この2つっていうのから導き出すのが理論上の株価、理論株価っていう考え方になります。なのであくまでもそのね、本当に株価算出の最も基本的な考え方に忠実に今回はトヨタの株価っていうのを予想したということになります。はい、ということでトヨタの1年後の株価はズバリ7294円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。今後。